晴れやかな青空が広がっております。この下一堂に集まったしぼれの中から今日一番素敵な一台を決めるコンクールデレガーツの表彰式です。皆様にはカマロ、コルベット2つのカテゴリーでそれぞれこれはと感じた今日一番の一台を選んで投票をいただきました。そして本日お越しのメディア関係者の皆様にも投票をお願いしまして、メディアが選ぶ特別賞も設けさせていただきました。すでに受賞の3台が並んでいますね。いずれもしぼれー社への強い愛を感じる1台となっております。それでは早速表彰を始めていきましょう。トロフィーの授与はゼネラルモータージャパン若松忠社長にお願いいたします。そして受賞者の皆様はご自身のお車のお隣へとお進みください。お願いいたします。さあそれではカンさん、最初にカマロカテゴリー第1位の方から発表していきましょう。お願いします。それでは発表いたします。エントリーナンバー338番、サンダ様の2018年式カマロ SS です。おめでとうございます。若松社長、よろしくお願いいたします。それでは上位の授与です。先ほど言ってばかりですけど、やはり選ばれましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお受けください。さあそれでは一言ご自分の、ね、はい、自慢のポイントなんかをね、お話しいただきたいなと思っております。はい、はい、皆さん投票ありがとうございました。シエドクラブの代表で来ているのに、カマロ持ってきたカマロが受賞というのはちょっとあれなんですけども、ありがとうございました。で車を見ての通りボンネットがローハンの、グラインダーだと入ってて目立つんですけど、実はこの車走りの方に特化してまして、足回りがシボレ純正の 1LE の足回り、サーキットの足回りですね、ブレーキ足回り全て移植してます。でエンジンも、シボレ純正のエアクリーナー、GL1 のスロットルバルブ、ECU は自分で書いてるスペシャルの ECU を使ってます。あとこれで500万円ぐらい出てるんですけど、まあまあ早いと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。いや、見えないところのこだわりが満載の一台ですね。さあそれでは記念撮影をいたしますので、はい、記念撮影いきましょう。どうぞ。囲んで、はい、はい、若松社長お願いします。もうどう撮っても大丈夫ですよ。撮りたいように、お写真撮りたい方ぜひ皆さんどうぞお撮りください。そうですね、せっかくですから、はい、前の方聞いてますね。笑顔でいきましょう。嫁に怒られる。はい、おめでとうございます。旦那様おめでとうございました。今お渡ししているトロフィーには刻印を施して後日お届けいたします。それではどうぞ元の位置にお戻りください。おめでとうございました。だから行ったんですよ。それではシボレーファンレーダー2024コンクールデレガンス、続いてはコルベット部門の第1位です。発表いたします。エントリーナンバー318番、アガリアサムの2021年式コルベット C8 3LT コンバーチブルです。おめでとうございます。それでは若松社長、トロフィーの授与をお願いいたします。あの人からアガリサは今年3年連続の受賞となりました。素晴らしいですね。あの電動それではトロフィーの順位です。おめでとうございます。
ございます。おめでとうございます。さあそれでは3連覇となりましたアガリエス様、受賞の喜びのコメントお願いできますでしょうか。どうも投票ありがとうございます。3年連続なんとか取れました。もう皆さんカスタムがもうレベル上がってて、もうこちらもヒヤヒヤしながら、この1年仕上げてきました。本当にあの投票させてくれてありがとうございました。おめでとうございます。さあそれでは記念撮影と行きましょうか。はい、車の前では浜田長と一緒にお願いいたします。他の皆様も写真撮りたい方どうぞお撮りください。こちらお願いします。さすが3連覇となると次ちょっとプレッシャーかかっちゃうかもしれない。皆さんお写真よろしいでしょうか。はい、アガリエス様おめでとうございました。今お渡ししているトロフィーにはコピーを施した後お届けいたしたいと思います。それではどうぞ元の位置にお戻りください。それでは絞れファンデ2024コンクールデレガンス、続いてメディア特別賞です。発表いたします。エントリーナンバー345番、小泉様の2013年式ガムの GL1 でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは若松社長からトロフィーの授与でございます。今日来ている中では希少な価値のあるカバロの授与でおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは自動車の専門家が選んだ特別賞となりますね。受賞のコメントをお願いできますか。弱くなったから柔らかく。あ、皆さんこんにちは。まさか今日このような賞をいただけるなんて本当に嬉しいです。本当にありがとうございました。はい、おめでとうございました。トロフィーには刻印をしまして後日お届けをさせていただきます。さあ素晴らしい3台の表彰でございました。記念撮影となります。ではカメラをお持ちの方どうぞ、あの、はい、ま、前の方に来ていただいて、はい、ストロークがどうしても短いから上のアッパーを広がった。そうですね、 3台ちょうど今並んでるところなんでね、この写真とかも撮れるんじゃないかなと思います。はい、はい、おめでとうございました。さあそれではですね、素晴らしい3台が並びましたけれども、これらをトロフィーに授与していただきました若松社長、総評お願いできますでしょうか。皆さん大変おめでとうございました。あの毎年どんどん進化していくのが見えます。アガリエス3年連続3連覇ですけど、毎年少しずつ、まあ、少しずつじゃないですね、よく間に合わせてきたなというふうに思いますし、カマロの方もですね、先ほどボンネットだけじゃなくてもちろん中もそうなんですけど、あとブレーキも見たら、渋く洗練されたカスタマイズをします。そしてとても貴重な GL1、それぞれ個性があって、皆さん本当に愛情を持って車に接していただけるのが、分かって大変私も感動しています。皆さんおめでとうございました。さあそれではですね、今3台並んでおりますので、最後に受賞の皆様揃って真ん中で記念撮影いたしましょうかね。はい、それではどうも中央の方へとお進みいただきます。それではカメラマンの方もスタンバイをお願いいたします。まずは正面から行きましょう。お願いいたします。はい、ありがとうございます。目線欲しい方挙手でお願いします。いや本当天気良くなって良かったですよね。写真映えしますよこれは。今日は本当に素晴らしい。
朝ね、起きた時はちょっと今日どうなるかなって思ったんですけど、見せ欲しい方大丈夫でしょうか。それでは皆さんでもお願いでしょうか。はい、車を大切にする思い、シボレーの愛が溢れていることが伝わるそれぞれの一台だったと思います。さあ皆様、受賞の皆様に改めて大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。おめでとうございました。そして今年集まったシボレーファミリーの皆様にもさらに長く永遠に大切に車を可愛がっていただきたいと思います。シボレーファンデイ2024コンクールデレガンス表彰セレモニーはこれにて終了いたします。受賞の皆様おめでとうございました。おめでとうございました。